おはようございます。こんにちは。本日は太陽有電が全固体電池を開発というニュースについてお話をしていきます。太陽有電は MLCC の技術を活用した全固体電池を開発したとのことです。MLCC とは積層セラミックコンデンサーというものです。MLCC 工場のラインを転用して21年度から量産を始めます。 数年以内に月10万個の生産を目指すとのことです。こちらのニュースについて見ていきます。積層セラミックコンデンサーとはそもそも何でしょうか積層セラミックコンデンサーは酸化チタンやチタン酸バリウムなどの有電体と電極を多数積み重ねたチップタイプのセラミックコンデンサーです。 ま、原理はともかくとして、中身、えっ、ー、と、外観ですね。形としてはこのようなものになります。右下の方にある画像のような形のものが、積層セラミックコンデンサー、MLCC というものです。これ、ちょっと大きめに映っていますが、実際には本当ちっちゃいもので、え、基板上ですね。電子回路の基板上にポスンと乗っているようなものになります。続いてですが、 株価を見ていきましょう。株価についても夏頃から上昇しています。夏頃は2000円程度でしたね。8月頃は2000円程度の株価でしたが、今はですね、12月11日、現在の株価は3000円を超えています。3050円です。ちなみに、今年の初め頃ですね、1月頃だと株価は1407円でした。52週安値の方も1407円とつく。 書かれていますが、そこから見るとですね、1年間で株価が倍になったということになります。なかなかですね、倍になるというような珍しいことで、太陽誘電の成長率の高さがうかがい知ることができます。全固体電池でそもそも業績が伸びるのかという点について少し計算していきたいと思います。結論としてはあまり伸びないだろうというのふうに私は見ています。太陽誘電の MLCC というのもの、 こちらの単価ですね。販売単価、今2000個で5万円程度で売られています。えつまり1万個だと25万円ということになります。えー、月産10万個と、えー、ニュースでは書かれていましたので、それから考えると、小売価格で見ても250万円程度です。月に。えこの程度の売り上げであれば、えー、あまりですね、業績に与えるインパクトは小さいのではないのかなというふうに見ています。 これが100万とか300万とかそういう単位になってくれば少し変わってくるのかなとは思いますが、月産10万個という目標を達成したとしても、経営に与えるインパクトは小さいものです。太陽誘電さんなんですけれども、90年代は CDR の会社、光メディアの会社として有名でした。品質が高い製品を作ることで、定評になった会社です。かつての英語を全個体電池で再び得ることができるのでしょうか それに注目していきたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。